ドキドキリテラシアクラブプラス、前回に続きプレイしていきましょう。さて、文芸部2人になって、まあね、いろいろ乗り越えつつというか、モニカがね、詩の練習をしつつ進んでいるところからですね、ある日のことをいつものように一番乗りでモニカが部室にやってくる。モニカとサヨリが思いついた新しいデザインのすべてを詰め込んだ文芸部の新しいチラシを手にして、この前本を読んでいた女の子に渡した時のチラシがこれだったら、前のよりもずっと魅力的だわ。けど、チラシの真ん中には新しいキャッチフレーズが堂々と書いてある。あなたの心に書き進もう。本当は、心に書き進むではなく、心から溢れ出てくるものを書こうが普通かもしれない。だが、届けたいメッセージは書くことで自分自身を見つけられるということだ。興味のある生徒を集めることができますように、と、モニカとサヨリが願ったメッセージだ。どうしてこれを見ると、とても不安になるのかしら。モニカは以前の部活で詩を書く練習をした時のことを振り返る。私って自分を表現するのがこんなに苦手だったのかしら。クラブがどうあるべきかも示せないのに、よくも部長になろうと思ったものだよね。文芸部はやっと形になり始めたところだ。しかしそのせいで、モニカの肩の重荷はどんどん増える一方だった。完璧な主張と反論を練り、相手を説得するディベート部では、常に隙のない理論が求められた。ディベート部では人間性は求められなかったのだ。だからモニカはディベートが得意だった。取り組み方や考え方など、ディベートそのものが彼女が安心して取り組める内容だったからだ。息が詰まりそう。この心の壁を乗り越えないと。自分自身を心から表現する方法を学ばないと。モニカは紙を取り出し、ペンを握る。ペン先を、紙に力強く押し付けた。だが彼女の手は動かない。代わりに、ペン先の周りにインクの小さなシミができる。マネースで書いてんのか。モニカはペンを浮かし、それをじっと見つめる。モニカはそのインクのシミを消したい気持ちに駆られた。指先で擦ると、黒いインクが紙を汚し、モニカのキャンバスを台無しにした。あれ？自分に悪態をつきながら、モニカはペンをもう一度押し付け、ペン先にインクを集める。紙には二つ目のシミができた。しっかりしなさい、モニカ。手を動かせばいいの。モニカは書き始める。完璧を追い求め、私が手に入れたもの。それは、ただのインクのシミ。紙を横にどけて、机の上に頭を乗せた。今日のエアコンはいつもよりうるさく聞こえる。お疲れ様。お疲れ様。さゆりの足音が近づいてくるのが聞こえるが、少しで止まる。モニカの詩を読んでいるんだろう。それからさゆりは隣の席に腰を下ろす。嫌な一日だった？ええ。私も。どんな会話だよ。あなたも？新しいチラシ、すごくいいね。一生懸命頑張ったもんね。クラブもそうだし、他のことも。詩が書けないの。ごめんなさい。難しすぎて弱気になっちゃう。サヨリはモニカの机から紙を手に取る。そこに何かを書き、しばらく見つめている。私を信じてくれる？やりますよ。あなたのことなら何でも信じられるわ。サヨリは悲しそうな目でモニカをじっと見る。サヨリの様子を察し、モニカは彼女の席から紙を取り、それに目を走らせた。時々死にたくなる。サヨリ、本当に私、本当に辛いんだ。サヨリの声が震えている。だから私にもできるなら、モニカちゃんにもできるよ。だって、私よりもずっとずっとすごい人なんだから。それは絶対に違うわ。サヨリは深呼吸をして気持ちを沈めようとする。まあでも、もともと一応不安定なキャラではあったんだよね、サヨリもね。あれはね、誰にも話したことない私のことなんだ。今も頭の中で見せてダメ、やめてって叫んでる。待って、そんな無理をしなくていいのよ。だって昨日約束したから。私がそうしたいの。正しいことだって思うから。私がそもそもこの部屋に来た理由の一つかもしれない。これが文芸部だよ。
私は怖いの。でもそれ以上にモニカちゃんを信じてる。サユリの言葉がモニカを奮い立たせる。サユリは何日もかけて勇気を絞り出したに違いない。モニカの無駄な、だが心からの努力は、サユリが誰かに押してほしいと願っていたその背中を押したんだろうか。サユリのゆっくりした呼吸がエアコン越しに聞こえる。サユリの言葉の続きをモニカは静かに黙って待っていた。私、誰かに心配されすぎるとすごく気持ちがおかしくなるの。自分ではどうすることもできなくて。どうして私なんかを心配することにエネルギーを使うの？使わなければあなたは幸せでいられるのにって思っちゃう。だからこういうことを考えてるって誰も言わないんだ。笑顔でみんなが幸せになるのをお手伝いしてる方がずっとずっと簡単なの。でもそれってとても辛いこと。それはモニカの言いたい言葉そのものだったが、それを口にしてはいけないのではないかと恐れ口を閉ざした。そのことを知ったらみんな今と同じように接してくれなくなると思う。私が笑っていない時は必ず心配して大丈夫か聞いてくるだろうし。分かってるの。ずっとそうだったから。サユリは口をくつぐみ、過去に思いを巡らせた。私はみんなに幸せでいてほしいだけ。私にとってそれが一番大切なことなの。それに私の心の中を見た人は嫌な気持ちになっちゃう。サユリは再び口を閉ざす。彼女の重苦しい表情はまるで別人のようだった。私に伝える勇気を持てたのはどうして？私もそういう人たちと同じだって心配はなかったの？心配だよ。話してる自分がすごく嫌だって思う時もあるの。でも今回は違うって思ってる自分もいる。クラブをどうしたいかって一緒に話してる時、自分は正しいことをしてるっていつも感じられた。モニカちゃんが一生懸命自分を表現しようとした後は特にね。自信を持って言えるんだ。私たちの友情は変わらないって。はとても変だよね。二人しかいない部活だけど、もう私には大きな意味があるんだ。モニカは心が締め付けられるような心地がした。またサユリの感情と自分の感情が二人の間で輝きつながっているような心地もした。私もよ。あなたが来てくれるまでずっと不安だったわ。あなたはけなげに頑張ってたのね、サユリ。あなたは心が強くて勇気がある人。私なんて比べ物にならないくらい。モニカはサユリの方へ歩み寄る。でも少なくとも私はあなたにハグエネルギーをあげることはできるわ。あなたが受け取ってくれるなら。ちょっと飛ばしちゃったな。黙ったまま笑顔もなくサユリは額をモニカの肩に乗せた。こうやって頼れる人が、でも頼るっていうこともサユリにとってはちょっと辛いことなんだよな。サユリの額から彼女の頭の中を駆け巡る、ほとばしるような思考が感じられさえした。そしてこの瞬間、悲しみも辛さも沈めてくれるような物質の空気に包まれる。モニカはどうか今日だけは誰も部室に侵入便が来ませんようにと心の底から望んでいることに気がついた。モニカは穏やかに言う。あなたが私がこれまで出会った人の中で一番優しい人よ。何でも言って。絶対にあなたを批判したりしないから。急ぎませんから。サユリの呼吸が震え始める。何度か深呼吸すると、これまで口に声に出して言えなかったことをできるだけ懸命に話し始めようとする。ついにこもった声で言った。私は役立たずなの。私は役立たずだからいない方がみんなにとっていいの。サユリがすすり泣くのをこらえようとすると、涙がその方を伝う。私はみんなにとって迷惑な人間なの。何もうまくできないからみんな私に我慢してるって感じるし、それが嫌なの。サユリが話せば話すほど声の調子が狂い、喉と胸で疲れている圧倒的な悲しみに飲み込まれる。こんなこと考えたくないよ。こんな気持ち消えてほしい。今もモニカちゃんを我慢させてるし死んじゃいたい。サユリが冷静さを失うと、モニカは彼女を取り戻してあげようと心に決めた。モニカはただサユリが今必要としているものになりたかった。だから自分の悲しみを一切見せはしないと。
モニカの心が穏やかに優しく響く。あなたに我慢なんかしてないわ。私はあなたの友達だから。モニカは慰めの言葉を口にする。だがモニカには分かっていた。サエリ自身が言っていた、サエリが今経験している気持ちは本心ではない。そしてモニカにはその気持ちを魔法のように取り払うことはできない。モニカが最大限できることは、サエリがそういった気持ちに立ち向かえるよう支えになってあげること。そう、親友がするように。あなたはとても大事な人よ。私にとって、それにあなたの他の友達にとってもね。あなたのおかげで今のこの部があるの。本当に心からそう思ってるわ。あなたがここに来てくれたことは、これまでで一番最高の出来事だった。他の部員が入らなかったとしても、それでも私は幸せよ。あなたがその気持ちをもたらしてくれたの。私たちにビジョンと、それと幸せだって運んでくれた。それがあなたがやりたいことでしょ。サリーは答えないが、かすかにうなずいたのをモニカは感じる。二人の間に言葉はもう必要ない。モニカはしばらくの間、サエリが必要とするだけ抱きしめてあげた。サエリの呼吸が落ち着き、すすり泣きが完全にやむと、サエリは頭を上げて涙を拭う。これ、あれなんだろうな。モニカちゃんもそう言ってたみたいな感じの、モニカから何かを言われたっていうのがさ、こんだけ信頼してるモニカから言われたから、だいぶへこんだっていうのはあるんだろうな。まあ、ちょっといじったっていうのもあるんだろうけど。私その言葉が欲しかったんだと思う。数日は他の人より辛いけど、あなたが必要な時はいつでもいるからね。でもそれ以外の時はいつも通りにしてるわ。それであなたが幸せになってくれるなら、うん、ありがとうね。あんたって最高ね。ううん、サエリが最高なのよ。二人は笑顔を交わす。急にこんなこと言っていいのかしら。けど、専門の人に話すことを考えてみた?サエリをうなずく。怖いよ。人に話すのは本当大変だから。そうね。もちろん、お医者さんにかかるかどうかはあなたが選ぶことだけど、その勇気が必要な時には全力で応援するわ。ありがとう。モニカちゃんがそうしてくれるって分かってるだけで助かるよ。サエリは突然あくびをし、伸びをする。疲れちゃった。それにお腹も空いたし。それじゃ、サエリが乗り気じゃないなら、今日は何も任せないでおこうかしら。やだ、やりたいよ。やることがあったら、絶対幸せな気持ちになれるもの。モニカは笑う。でもその前にお菓子を食べたいかな。その時、ドアを開く音が聞こえ、二人は振り返る。ドアが半分開いて止まる。それから顔が覗いた。それは、どっかで見覚えのある。ユリ。これね、俺指示逃してんのかな。誰の指示だ。ユリか。1周目と2周目のユリを見れてないって話か。1周目じゃないや、1回目の詩を見せた後と2回目の詩を見せた後のユリが見れてないよってことか。なるほどね。なるほどねって言うとあれなんだけど。ちょっと早いけど、まあ、切りもいいし、ここで一旦区切りましょうか。だいぶ早いけどね。それでは、ご視聴いただきましてありがとうございました。よければ次回もよろしくお願いいたします。